三関のおよその位置を示した地図三関とは古代の日本で機内周辺に設けられた関所のうち特に重視された三つの関の総称を三国の関とも呼ばれた当初は不和関鈴鹿関荒地関の三つを指したが旧世紀初頭に大阪関が荒地関に変わったまた三関のある立領国は三関国と呼ばれた古代三関は 天皇の交代など、正常不安の際交通を遮断のため、固く締められていた。三関には、湖水軍機、すなわち兵器類が常備され、必ず複数の国士四等官が席を守護するため、常駐する規定があった。この常駐四等官は、常使と呼ばれ、非常事態に備えていた。非常事態が発生すると、朝廷は三関に片関市を派遣する。この際、倉氏が保管する。 席系と呼ばれる、ワップの左負が、片関氏に与えられ、三石で国主によって保管されていた右符と称号を行う。これが一致すると非常事態と認められ、席が閉鎖された。これを、片関と呼ぶ。非常事態が解消した後の海石も、席を閉鎖するのは、東国から機内への侵入を防ぐためである。特に中央で非常事態が発生した折に、 その機に乗じての東国から機内への侵入を防ぐ目的である。また、中央の無本社の東国への闘争を防ぐ目的もあり、天平法人8年の藤原仲丸の乱では、荒地関を閉じることで、仲丸が息子のいる越前国へ逃げることを防いだ。三関の設置時期は、天武天皇元年内し、同二年とされる。その前後の人身の乱では、大天王子が初動で、 不和道を塞ぎ、優位に立ったことが知られている。このように、天武天皇として即位した、大甘王子自身の先訓も踏まえて、8世紀初頭の大法令により三世紀が、警察、軍事の機能を兼備することが法的に規定された。和道年間には直命によって三世紀国の国主に、上二人が配属されている。養老五年月日の元明大天皇の、御の際、 初めて片関が行われた。その後、天皇や大乗天皇の病気、宝魚、及び長屋王の変や藤原仲丸の乱やク子の変などの騒乱で片関氏が派遣されている。平安慶戦都に先立つ延暦8年7月14日、関部天皇の直により、不和関及び鈴鹿関、荒地関の三関は突然停廃された。兵器は国府に移し、館社などは、 瓶軍に移築するよう命じられた。しかし完全には放棄されず、引き続き三関は機能していた。延暦25年の漢武天皇の崩御や、公認元年の平城条項による奈良関との作望の際には、三関古種の命令が出された。なお前者では三関に、荒地関ではなく、神都の置かれた山城国を防備する愛坂関が入っている。その後も、上和7年、上岸13年、 元領八年などの片席が、六国史に記録されている。以降は、儀式や、西宮記などの規定通り、天皇の崩御や摂政、関白の死去などに際して、片席が行われた。平安時代中期にあたる10世紀後半以後の、片席は、儀式的になっていったが、近世においても江戸時代後期の天保年間まで続けられた。道路、石、石書、古代。 国土交通省。2016年11月29日閲覧。礼儀下おけ上、き礼儀下返上文上、俗日本記、天平法治8年9月18日上、一大王記、天王編年記、日本書記、天武天皇元年6月22日上、俗日本記は同元年3月22日上、俗日本記、日本語記。ありがとうございます。